皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回はザンドリアスについて紹介をしていくぜ。ウルトラシリーズに出てくる怪獣の紹介ね。そうだな。他の作品での活躍も紹介するから、ぜひ楽しんでってくれよな。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。ザンドリアスはウルトラマン80第4話大空より愛を込めてに登場した宇宙怪獣だな。宇宙怪獣ってことは、地球由来の怪獣ではないのね。そうだぜ。こいつは広大な宇宙を放浪しながら生活を送る、渡り鳥のような習性を持つ宇宙怪獣なんだ。へぇ、なら悪い怪獣じゃなさそう。だけど見た目は怖いわね。そうだな。でも、凶暴そうな面構えをしているものの、意外にも性質はおとなしく温厚で、こちらから攻撃を加えない限り暴れたりはしないんだぜ。え、そうなの、こんな見た目なのに。それどころか AT に登場した個体は、人間を目にしても積極的には襲おうとはせず、むしろ興味深そうに人間たちを観察しているかのような描写もあったんだ。見慣れない生き物だから気になっちゃったのかしらね。かわいいわ。ただまあ、当然戦えばなかなか強力で、口から吐く炎のような熱線ヨルゴビームを武器にしていたり、大気圏内では翼を広げてマッハ8のスピードで飛行するほか、宇宙空間では隕石状の形態となり、マッハ20での飛行が可能なんだ。マッハ20、凄まじいスピードね。劇中ではどんな活躍をしたの？劇中では、母親と共に宇宙空間を旅していた最中、何らかの理由でいざこざを起こしたらしく、母親の元を離れて地球へと飛来したんだ。そして、宇宙にいる母親へ向けて音波を発した後地球へと身を隠したんだぜ。つまり、親子喧嘩が原因で地球に来たってこと？怪獣の中でもかなり異色の理由よね。そうだな。その後、マザーザンドリアスが我が子を連れ戻そうと地球に飛来し、迎撃に乗り出した地球防衛軍アメリカエリアと交戦して、なんと全滅させてしまうんだぜ。お母さん強いわね。お母さんの解説もしてほしいわ。マザーザンドリアスは、容姿は子供とほぼ同じだが、生体ということもあって体格はやや大きくがっしりとしていて、翼も子供のそれと比べて大きいな。角も発達してるし、子供以上の子は表ね。そうだな。さらに、子供とは異なり、光線は目から放つんだ。飛行速度はマッハ10で、翼で強風を起こすことも可能だぜ。シンプルに強くなっているわね。だな。ちなみに母親も基本的には温厚な性質だが、アメリカ支部から攻撃を受けたせいで反撃を行ったんだ。先に仕掛けたのは人類側ってことね。仕方ないわ。一方のザンドリアスは地中に隠れていたものの、母親が自分のいる場所にどんどん近づいてきたために地上に姿を現したぜ。そして、音波の解析によって無害な怪獣であることが判明したため、攻撃も中止されたんだ。なら、ここからは親子の問題ね。だが、マザーザンドリアスは子供をどうにか説得しようと試みたんだが、ザンドリアスは母親が話しかけてもそっぽを向くばかりで、一向に言うことを聞いてくれなかったんだぜ。反抗期じゃない、可愛いわね。その時、そんな彼女たちの目の前に突如ウルトラマン AT が現れ、マザーザンドリアスへと攻撃を加え始めるんだ。何やってるの？ザンドリアスたちは悪い怪獣じゃないわよ。それに対してザンドリアスは、母親を攻撃されたことに怒り狂って共に AT へ応戦し、これがきっかけで無事に仲直りを果たし、最後は仲良く宇宙へと帰っていったんだ。もしかして、これを狙ってわざと攻撃を？いい話じゃない。さて、ここからは他の作品での活躍について紹介していくぜ。最初に紹介するのはウルトラマンジード第10話心読めますに登場した個体だな。心が読める？気になるタイトルね。今回のザンドリアスは単独で飛来して地球にやってくるんだが、何の目的があって飛来したかが不明なため、AIB がその目的を調査しようとするというストーリーになっているんだ。ふむふむ。そういうことね。劇中でのジードとの戦闘では、ザンドリアスはまるで遊び相手を見つけたかのようにジードにじゃれつき、アクロスマッシャーへとフュージョンライズしたジードをも翻弄したりと、意外にも善戦していたんだぜ。ザンドリアスからしたら親戚のお兄さんに遊んでもらってる感覚で、戦いではないのかもね。そして、火星に来たウルトラマンゼロと一緒に落ち着かせようとするが、転倒して号泣し始めるんだぜ。そして、ゾベ耐性人の力である事情で宇宙に帰れなくなり、寂しがっているという心理が発覚するんだ。つまり、今回も悪いザンドリアスじゃないってことね。ああ。
さらに大好きな幼馴染の女の子が最近そっけなくて嫌われてしまったかと思って帰れない。という理由が判明したんだぜ。何それ、青春じゃない。それに対して同じような経験のあるモアは理解を示し、彼に対して激励の言葉を送るんだ。そして、それに反応したザンドリアスを見たゼロは、ゼロビヨンドのクアトロスラッガーの力でザンドリアスを宇宙へと送り返したんだぜ。ふむふむ、これで何か変わったのかしら。なんと、彼の目の前には、心配して駆けつけてきた幼馴染の女の子の姿があったんだぜ。無事に再会した二人は、共に頬を赤く染めながら和解したんだ。悩みが解消されてよかったわね、お幸せに。そして、ウルトラマン大河第1話バディウォーでは、ヤングマザーザンドリアスと、その子供であるヒナ怪獣ベビーザンドリアスが登場したぜ。ヤングマザーとベビー？若いのかしら。ヤングマザーは、ザンドリアス氏としては若く子供を産んだという設定だぜ。そしてベビーザンドリアスは、人間の赤子ほどに非常に小さいんだ。二人とも他の作品のザンドリアスより若いってことね。そういうことだな。劇中では、ヤングマザーが子供であるベビーザンドリアスに襲いかかろうとしていたゼガンから、我が子を守ろうと戦いを挑むが、兵器としても使用されるほど強力な戦闘力を誇るゼガンにはかなわず、防戦一方となってしまうんだ。頑張ってお母さん、ここが頑張りどころよ。しかし、そこへ突如切り裂きの手によって召喚されたヘルベロスが乱入し、ゼガンを一撃で葬るんだぜ。助かった、の？いや、その後ヘルベロスのターゲットはザンドリアス親子に移ってしまうんだ。だが、終始圧倒されながらも自ら盾となって最後まで子供を守りきり、タイガがヘルベロスを倒すと、子供と共に彼らを保護していた宇宙人たちの手引きを受けて地球を去っていったんだぜ。よく頑張ったわね。親子の設定が復活したのも嬉しいわ。ウルトラ・ギャラクシーファイト大いなる陰謀でも登場し、ノイズラーと共にウルトラマンルーブの世界の地球へと飛来したんだ。そして、デビルスプリンター創作のため不在だった兄二人の代わりに現れたウルトラ・ウーマン・グリージョと交戦したんだぜ。ふむふむ。戦いはどんな結果になったの？ノイズラーとの連携によって、戦闘に不慣れなグリージョ相手にそれなりに善戦するも、最後はグリージョショットを足元で炸裂されたことに驚き、2匹仲良く地球から退散していったぜ。今回も悪というよりは反抗期みたいな感じだったわね。だが、ウルトラマントリガー第7話インターユニバースに登場したベビーザンドリアスケダナーは、純粋な悪玉怪獣なんだぜ。悪い個体もいたの。今作ではバロッサ星人の相棒を務めていて、流暢に地球の言語を話すことができる特殊な個体なんだぜ。賢いわね。通訳として活躍できるわ。性格としては、普段は海賊のオウムのように相方の右肩に止まっているが、宇宙中のお宝を略奪することにロマンを感じる不良で、等身大の敵に絡む乱暴な性格なんだ。今までの個体とは全然違う悪さね。劇中では、相方と共にジュランの種を探している最中にイグニスと遭遇し、宝自慢合戦を繰り広げるんだ。可愛いじゃない。それで？最終的にはウルトラマン Z とウルトラマントリガーによって相方が倒された後、イグニスに仕返しし、そのままどこへと飛び去っていったな。不良だけど、極悪ってわけではなかったわよね。そうだな。ベビー機なら普通は親がそばにいるはずだが、今回の個体は親が登場するどころか存在すらも一切触れられなかったし、親とははぐれたか死別してしまったんだろうな。かわいそうね。海賊になった理由も、孤児だったところをバロッサ星人に拾われたからと仮定すれば、今回の設定はあながち不自然な話じゃないんだぜ。二人の絆は強かったようだし、強く生きてほしいわ。ウルトラゾーン第13話の怪獣ことわざでは、二度あることはザンドリアス、というイラストで登場したことがあるぜ。ことわざっていうか完全にギャグよね。そして、ウルトラ怪獣擬人化計画では、なんと親子ともども美女、美少女になっているんだぜ。ザンドリアスだけじゃなくてマザーも。ああ、まずは子供の方の紹介だ。これを見てほしいんだぜ。コア表だった原点の面影はほとんどなく、悪魔っ子のような可愛らしい姿にリデザインされているな。本来の姿とのギャップがすごいわね。そうだな。人間の年齢に換算すると中学生くらいという設定から、女子中学生のイメージも盛り込まれていて、ダルンとした足の皮をルーズソックス風にアレンジしていたりと素晴らしいんだぜ。セーラー服の下にすく水を着ているのも可愛いわね。そして母親の擬人化がこれだ。全体的な容姿は成長したザンドリアスといったところだが、大人っぽさを出すためなのか、衣装はボンデージ風になっているぜ。めちゃくちゃ刺激的な姿になってるわね。
非常に肉感的なデザインに仕上がっているよな。ポロリしちゃいそうで心配だぜ。お母さんのこんな姿を見たら、せっかく収まりかけてたザンドリアスの反抗期がまたぶり返しちゃいそうね。ちなみに、ザンドリアスはもともと知名度のない怪獣だったんだが、この擬人化計画によって大人気怪獣へと昇華されていったんだぜ。大人気怪獣に？どんな影響があったの？なんと、最終的には新たな着ぐるみが作られることになり、そのおかげで、AT から37年越しに登場することができたんだ。すごい、大躍進じゃない。だろ？こういう出来事もあってザンドリアスは、ウルトラ怪獣界のシンデレラなんて呼ばれているんだ。きっとマザーザンドリアスも大喜びしているでしょうね。ということで、これでザンドリアスの解説を終わるんだぜ。親子の絆みたいなものがあって美しかったわね。そうだな。今後もどこかで登場するだろうし、要チェックだぜ。楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。